はい、皆さんこんにちは。今日は iPhone XS Max 用のケースなんですね。で、こちら、まああんまりね期待しないで購入してみたんですが、昔からねあるものみたいで、Amazon 評価がね非常に高いんですよね。こちらでございます。透明でもですね、模様が入ったようなやつということで気になったので、こちらチェックしてみたいと思ってます。はい、それでは、こちら開けていきたいと思います。パッケージはまあ簡易包装って感じで、特にね文字とか入ってないんですけども、包装自体はまあ丁寧な感じというねところでしょうかね。で、開きました。で、出しますと、おお、こんな感じなんだね。うん、なんかね、思っていたよりも安っぽさがね少し少ないというかね、まあ失礼ですけどね、そういう感じでね、まあほら、この手のってもうなんか100均みたいなやつかななんてね、思って買ったんですけど、まあ全身 TPU で柔らかいタイプですけどね、まあ見た目がね、意外にいいですね、これね。それでまあこのストラップホールがね、意外に肉厚なので、耐久性ありそうですけどね。で、まあぐるっと守ってて、で、左側のサイド、こういう感じ。まあ下もね、しっかり、ね、ぐるっと保護してるタイプで、この内側がね、この凹凸がね、あるんですよね。まあピラミッド柄っていうんでしょうかね。まあこれでかなりね、透明の安っぽさがね、和らいでいるというね、感じで、衝撃吸収にもなってんのかなというね、ところですけどもね。もう早速ね、ちょっと入れたいと思います。やはり、出始めの頃はですね、まあ背面のデザイン見せたいって方も多いのかなと思いますけども、やはり安っぽさが付きまとうクリアタイプですけどもね、これはね、つけると結構ね、ゴージャスな感じがします。うん、これね、こう、なんかラメもね、入ったりしていて、予想以上にね、感じがいいですね。まあこれ個人的な意見ではありますけどもね。それでなんか持ちやすいですね。やはり TPU は手にね、ビタッとね、ついてくる感じが特徴かと思いますけども、持った感じもね、いいですね。で、まあ、開口部こんな感じで、左側はね、左右対称というね、ところですけども、で、右側、ストラップホールに、まあ、これ、スリット構造の、ボタンのね、ところ、これも塞がってますね、一応ね。で、上はぐるっと保護していて、左側のボリューム、でここね、マナーボタンは指の腹でできます。で、ここもまあスリット形状ですが、塞がれているというね、感じになるでしょうかね。で、立ち上がりはね、まあ、少しだけありますね。まあ、ガラスフィルム貼ってるからっていうのもありますが、少しだけあるというね、ところで、で、カメラのところも、このようにね、少しだけ、まあ、盛り上がっているという感じです。テーブルに置いた時にガラスがですね、まあ、ついたりはしないというね感じですけどもね。まあそれにしても感じがいいな、これ。で、ボリュームボタンの反応、そんなにおかしいことはないですね。しっかり反応します。で、右のこれサイドボタンも、これも反応がねとても良いというねところでしょうかね。それで肝心の重さですけども、まずはこのレイアウトの方をね測っていきますけども、だいたい 26g ということで、で、これだと純正のシリコンに近いのかなっていう感じです。まあ純正シリコン28ですからね、少し軽いのか。で、これがトゾの最軽量 6g、 まあこれにはまあ到底かなわないところはありますが、ピタカが 17g ですからね、まあこれよりは重い感じで、で、まああとはクリアつながりで A ビデット 19g、 まあそんな感じですよね。で、外側寸法を測ってみました。まあ、そんなにね、ガーッと開いてるわけではないんですが、80.2mm というね、ところで、で、まあ、エラゴのね、やつは 79.6。で、サイウスのトゾが 78.6 ですからね。まあ、これらよりは少し幅が出るというところで、で、79mm のピタカ。で、A ビデット。これが 79.3 ですからね。これよりもね、幅が出るというところで、だからまあ 80mm 台っていうと、この純正シリコンとね同じというね感じでしょうかね。これはシュペゲン 82.2 ありました。それでね、グリップの方がね、かなりいいですね。
やはりTPU はね、この手にピタッと貼り付く感じがいいというね、まあ、それが利点のケースですけども、とてもね持った感じがいいですね。満員電車とかはねできないとは思いますが、まあ、形操作も、ね、割としっくりくるというねところですよね。簡易アクセスはね当然使わないと左の上には届かないと思いますが、グリップ性はねとてもいいですね。ネトッとね指についてくるという感じでしょうか。でこちらが、まあ、グリップ順に並べた感じですね。まあ、シュピゲンとかエビデットの、まあ、このクリア系はね意外といいんですよね、全般的に。で、まあ、こっちはね滑りやすいやつですけども、まあ、純正シリコンよりも滑りにくいというね感じのことが言えますよね。ただまあこの2つは同じぐらいというところですけどね。まあでもね見た目とこのグリップ感、まあ、幅がね少し、まあ、この AB デッドよりは出ますけども、まあでもやっぱりねビタッと手には貼り付いてくる感じがありますね。それで充電関連ですね。でまずはチーワイヤレス充電ですが、アンカーの台に乗っけてみます。はい、特にね問題なく充電できるようですね。でまあ、横向きも一応やっときましょうかね。まあこれクリアだからね関係ないはないんですけどね、うん、ちょっとずれてたかな。こんな感じでね問題ないですね。でライトニングはでかい方の USB Type-C をね入れてみますが、まあかなりねここ大きく開いてるんでね、干渉っていうのはまずないと思いますが、やはりね、問題なくもうだいぶね余裕があるというねところでしょうかね。はい、それでまあおまけですが、ポップソケッツなどがちゃんとつくかどうかをね見てみたいと思います。でまあこれ TPU っていう素材は基本的に両面テープ関係にはね、問題ないはずのなんですけど、どうでしょうか。でつけてみました。あ、でこれね土台がね少しまあこの TPU 柔らかいんでね浮き気味にはなりますが、接着自体は全く問題なくて密着しっかりしてますよね。だからまあこの引っ張ってもね外れるようなことがないんでね、うん、おそらく普通のリングとかも問題ないんじゃないかとね思います。うん、持った感じねやっぱりねリングついてたりすると、まあ、電車なんかでね安心っていう方も多いんじゃないでしょうか。はい、それでまあ余談になっちゃうんですけども、ポップソケッツ関係はねやはりこれまあつけるとねどうしてもチーワイヤレス充電のね邪魔をしてしまうんで、まあこれはまあこの状態ではね諦めないといけないっていうね、まあデメリットがあるんですけども、まあ反面ですね、まあ片手操作がしやすくなる以上にいいなと個人的に思ってるのがこのスタンド機能なんですよね。まあこうやって机やテーブルの上で、まあこのねいい感じの角度で立てることがねできるんで、二つ目のメリットとしてね結構ね個人的には大きいなと思ってて、まあ飲食店とかでねちょっと時間のある時に動画を見る際にこうやってまあ立てればね非常に見やすいという感じでですね。ただまあ iPhone X 1年弱使ってきて何もつけないできましたけどもね、まあそれだけがねちょっと困るなっていうシーンがやっぱりありまして、でこうやってね机に立てたいんだけど立てらんないんでねフラットに置いてみたり、あるいは何かねグラスのようなものにこう立てかけてねこうやってやるんですけど、ただやっぱこうずり落ちてくることってあるんですよね。ただそういう意味ではねこのポップソケットね今回このケースにねつけてみましたけども、まあねまんざらまあなしでなくてもね、つけてるケースがあってもいいのかななんてねちょっと思いましたよね。まあこの自宅でしかね地充電って使わないですから、まあ、そう考えるとねもうこれ自宅ではケースを取り外すか、まあ、何もついてないケースを使うかっていうね割り切りをしてしまえばいいのかななんてね、まあ、そんな風にね思いましたよね。で何よりまあこのカメラの撮影なんかでね持ちやすいっていうのも、外出先ではいいのかなと思いますよね。はい、ということでこちらレイアウトのね、クリアケースをご紹介しましたけどもね、 10S Max 用は1490円で、他には iPhone X 用があったりとかしてですね、これがなんと400円になってますけどもね。で他にもいろんなサイズがあります。 10R 用もあるし、あとは 7-8 用もありますね。うん、結構昔からあるケースみたいですよね。で8プラス7プラス用もあるということでね、まあ、お値段がね、型によって違うというねところですけども、まあ、それでこれ転用は 10S に使うんでしょうかね。なんかカメラのところの空き具合で言うとハマるような気もしますけどね、ちょっとこれ断言はまあ避けますけども、いけそうな感じはします。
はい、こちら私は 10S Max 用でしたけどもね、予想以上にね見た目が良くて、まあ、クリアケースとしては安っぽさをね、最大限に防いでいるねデザインではないかと思いました。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。